K チャンネルのオーナーの K です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。本日はライブ配信でもお伝えしていた通り、宮内庁に抗議の電話をしましたので、その模様をお伝えしていきたいと思います。抗議させていただいた内容は全部で3点です。まず1つ目は、愛子様のティアラに予算をつけなかったことに対して、2つ目は、2月の天皇陛下の結婚問題に対する発言への対応、3つ目は、結婚問題を今後どうするつもりなのか。そして番外編として、現在、宮内庁への抗議の電話の状況を聞いてみました。お恥ずかしながら、私が緊張していたのもあったのですが、カミカミで聞きづらいこともあると思いますが、ご了承ください。それでは聞いてください。すいません。はい、聞こえますか？はい、聞こえます。はい、ちょっとですね、宮内庁に対して、はい、まあ、一国民として、3点ほど言わせていただきたいと思ってお電話させていただいたんですが、はい、どうぞ結構です。いいですか？すいません。3月23日の報道で、愛子様のティアラの制作費が宮内庁の予算がつかなかったということがありましたけども、それは事実なんですか？いや、これは私ども確認しておりませんが、はい、単に予算が計上されてないだけで、はい、ティアラが用意されないということとはちょっと違うようなんですがね。どういうことですか、それは。新たに作るかどうかということと、それから、はい、皇室には代々伝わっているものがあって、はい、例えばそれをですね、リメイクするとかっていうことも考えられるんで、はい、まだ私のは事の真意ははっきり分かりませんけれども、はい、ご成年になれば当然宮中の行事でですね、はい、他の女子皇族方がティアラをお付けになるんであれば、はい、愛子内親王殿下も当然必要なものなので、はい、その時にないということは考えられませんが。あ、そういうことですね。内親王のお二人に関しては新しく作られているじゃないですか。はい、作ったのはこれ国で作ったもんで貸してあるだけなんですね。存じ上げております。それで、はい、愛子様に関しては新しく作るなどではなくて、今宮中にあるものをリメイクする。例えば歴代皇后陛下がお持ちのものとか、はい、そういうものがあるんですね。はい、はい、戦前からお持ちになっているものがあるんで、引き継いだものが、はい、そういうものをリメイクされるっていう可能性もあるんで、はい、単に予算、新しく作るための予算が計上されなかったと、はい、その程度の話だと理解してますけど。そうなんですね。結構国民からすると、はいはい、そのあたりは非常に分かりにくいと思いますね。分かりづらいというか、はいはい、報道の内容からすると内親王のお二人に関しては新しく作られて、愛子様はお作りになられ新しく作られないということの、ギャップ、コメントがそもそもコロナがどうのこうのって、うん、はい、ついてたんで余計ちょっとこう混乱を生じると思うんですけど、はい、正直言って、こちらもちょっと報道を見て確認したんですけど、はい、なかなか今のところ私みたいなものに全ての真相を教えてくれないんで、はい、正直言って分かりません。そういうことですね。はいはい、そうなると、はい、まあ、リメイクされることはもう間違いないんですよね。いやいや、だからそういう可能性もあるということを申し上げてるんです。要するに予算を計上しなかったということは、そういうことも考えられるということです。でも予算が計上されてないってことは、国として新しく作る予定は、はい、今年度はないっていう認識ですよね。そういうことですね。ってことはだからそれは例えば、はい、国が経理する、宮内庁が経理する公金ではないという意味ですね。はい、例えば内定費っていうお手元金もありますんで、はい、ありますね。はい、だからそういうもので、うん、新調するってことはないと思いますが、はい、その内定費を使って、これまで代々引き継いでいるものをリメイクするとかですね、はい、そういう可能性はあるということですね。わかりました。ちなみにですけども、はい、これまで新調されてきたのに、はいはい、今回愛子様のティアラに関しては新調されないっていうのは何か理由があるんですか？いや、それは私はわかりませんが、はい、はっきり言ってお立場が違うのは、はい、愛子様は今まさしく皇女、天皇のお子様ですよね。そうですね。で、一方、眞子さま、佳子さまっていうのは、はい、天皇の弟のお子様ですから、皇女ではないんですよね、今の時代では。そうですね。はい、まあ、そういうちょっとご真意というか、お立場の違いは関係してるのかもしれませんけどね、そこは何とも言えませんね。そうすると宮内庁としてはその辺はまだ公にされる予定はないってことですよね。要するに今公式に何か発表されてることはないです。
それからこの間 のテレビ東京 の報道で、はい、何かそれに対して何かコメントしたりっていうこともないです。予定もないですね、そうなると。それ予定がないかどうかは私のところではわからないですね、うん。非常に。今何か用意をしてるかどうかもちょっとわからないです、はい。はい。非常に今回の報道がわかりづらいっていうのもあるかと思うんですけども、そのあたり明確にしていただかないと私たちとしても非常に不安でしょうがないんですよね。ねああ、いうことですね、はい。それはご意見として伺います。はい。そういうご意見としてこちら伺います。はい。わかりました。で、はい、あとですね、その、はい、まあ、今巷で騒がれている結婚問題なんですけど、眞子内親王殿下、そうですね、はいはい、ちなみに2月に天皇陛下から結婚問題に対する対応発言されたじゃないですか。はいはいはい、それご両親とよく相談してというようなところですよね。はいはい、ちなみにその後ですね、対応されているとかどうかっていう話が一切この2ヶ月近い1ヶ月半か聞こえてこないんですけど、はいはいはい、正直それって、はいはい、どうなっているのかなというのがすごい不思議なんですけど、これも正直言ってですね、はい、私のところでは今何も発表がないっていうのは事実ですし、はい、じゃあ今何かしてるのかしてないのかっていうのは正直言ってわからないですね。すいませんが、いえこれだけここはちょっとわからないです、うん、そういうことですね。これだけ世間というか国民が憤っている問題じゃないですか、今回の結婚問題って、それに対して、ね、あえて天皇陛下が異例の言及をされたわけで、それに対して一切その経過が見えないだとか、何ら報道が見えない、他の報道はあるにしてもその報道に関しては何も見えてこないっていうのは非常にそのあたりが不信感しかないんですよね。だからその途中経過、普通一般企業でもその辺の問題に出して途中経過だとかっていうのは事前に報告するじゃないですか。はい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 、宮内庁でもそうだと思うんですけども、少なくとも国民がこれだけ騒いでいる状況なので、そういった義務っていうのは、まあ、皇室なのか宮内庁なのか分かりませんがあるんではないかなと思うんですけど、はあはあ、それもご意見として伺います、はい、天皇陛下が記者会見のお答えでああいうふうにおっしゃってるのに、はい、それに対して今のところ何も出てこないのはどういうことなんでしょうかというような意味ですよね。そうですね、はい、それはご意見として伺って上に上げます。はい、わかりました。あと結婚問題、はい、具体的に宮内庁として今後どうされる予定でいるんです？いやー、これもね、正直言って私みたいな下っ端の職員にはよくわからないところが多くてですね、はい、よく皆さんに今結婚問題はどういう状況にあるんですかって言われますけど、はい、正直言って、わからないとしか言いようがないんですよ。何も発表がないもんですから、うん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 、国民に対して発表もないですし、うん、私みたいにその宮内庁職員、1階の宮内庁職員にも何も庁内でもこうお知らせも何も回ってこないんで、はい、皆さんと同じです。わからないです。そういうことですね。まあ、おそらく、まあ、同じかとは思うんですけど、はい、まあ、正直、まあ嫌な言い方しますけど、少なくとも、皇室の活動っていうのは国民の税金で賄われてるわけじゃないですか、事実上。そうですね、そうですね。で、これだけその国民が違うんじゃないって声を上げているわけですし、結婚問題に対して、はいはい、まあ、週刊朝日のアンケートでも約 98% の方がノーを突きつけてるわけではないですか。それに対してやはり国民の税金で賄われている以上は、国民に対してもう少し明確な説明って必要じゃないですか。ああ、分かりました。立場的な部分で、これも先ほどの2つの点と合わせてご意見挙げさせていただきます。わ、はい、かりました。具体的にその辺は、はい、やっぱりもう、ええ、情報としては囲っていく方針なんです、宮内庁というか、その皇室って要はですね、はい、一番はご両親でしょうし、はい、うん、それからあとはその秋篠宮様ご一家をお世話している皇嗣職というところですよね。そうですね、うん、そこのかなりごく一部、はい、上層部というかトップとかですよね、はい、それと宮内庁のこの本庁で言えば、まあ、長官とか次長とかやっぱり上の人たち、ごく限られた人しか多分分かってないと思いますね。それが逆に言うと宮内庁の職員レベルまでは落ちてこないっていうことですよね。そうです。例えば途中経過の話をそんなに話して、
外へボロボロ漏れていいことないという考えもあるでしょうし、うんうん、そこは何とも言えないですけどね。うん、ごく 上の一部の人しか関わってないと思いますけどね。うん、わかりました。ちなみに今、はい、宮内庁に国民からかなりの苦情って寄せられていますよね。まあ、苦情というかいろいろご意見ですね。反対のご意見であるとか、はいはい、それは今でも、はい、まあ、今回の報道もそうですけど今も続いているものですか。いや最近はそんなに多くないですよ。やっぱり昨年の11月あの眞子さまがあの文書発表になって、ね、はいはい、秋篠宮殿下が誕生日で記者会見で、はい、あのお答えになって、うん、まあ、その頃がやっぱり一番多かったですよね。ありました。で年明け少しこう少なくなってきて、うん、天皇陛下が記者会見でまた2月にお答えになって少し増えたかなという感じで、最近は落ち着いてるというか、まあ、そんなにあのべらぼうに多くて大変だっていう感じではないですけどね。そういうことですね。わかりました、はい、一応そのあたりはまあ一国民としてまあ私言わせていただきたいなと思ってさせていただいたので、はいはい、ご意見よくわかりましたので、はい、あの伺ってしっかり記録してですね、はい、あげたいと思いますので。そうですね、ぜひ対応いただけると私としても嬉しいです、はい、かしこまりました、はい、お時間取らせました。ありがとうございます。はい、はい、失礼いたします。はい、失礼いたします。電話をする前から分かっていたことですが、私のモヤモヤはより一層募っていきました。電話に応じていただいた職員の方も私たち一般国民と同じような情報しか与えられていないのか、それともそう話すようにマニュアル化されているのか分かりませんが、今回はひとまず抗議をさせていただいたということだけになります。ただ少し気になったのは、宮内庁に対する抗議の電話は落ち着いているということです。結婚問題に対して国民が疲れている結果なのか、国民の関心がなくなっているのか、理由はわかりませんが、宮内庁内は思ったより静かだということです。国民の声が伝わらなければ、宮内庁や皇室は現状良しとして結婚問題を推し進めようとするかもしれません。何度も申し上げていますが、一時的なものではダメなのです。継続して初めて力になるのです。人により形は様々ですが、今後も皇室を国民の手に取り戻す活動は続けていかなければなりません。私自身も今回の電話でそのことを強く感じましたので、YouTube を通して皆様に様々な情報や私の考え、そして考察を今後も配信していきます。視聴者の皆様には心の片隅でも結構なので、皇室の将来について考えていただければと思います。本日はここまでです。今後も皇室についての情報を私の独自の考察も交えながらお届けしていきますので、高評価いただけると動画配信の励みになります。また通知が届くようにチャンネル登録と合わせてお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではまたの機会に。